はい、本日はですね、こちらのノースエースのロンティを紹介していきたいなというふうに思います。ちゃんと正式名称言ってきますね、LS、バックスクエアロゴティというのを紹介していきたいなと思います。でこれがですね、結構定番で多分ずっと出てるロゴのタイプやと思うんですけど、これ背中 で前面がこんな感じになってて、あのノースエースってロゴがワンポイント入ってるんですけど、まあ、これがですね、ちょうど今ぐらいの時期の夏の終わりにショーパン、ハーフパンツ、こういうハーフパンツにサッと合わせて上だけロンティみたいな着方とかできますし、あとそれ以外にやったら秋とかになったら本当にトップス1枚、これ1枚だけでさらっと着れるような感じになってるので、まあ、その辺の紹介をしていきたいなというふうに思います。ではまず早速ですね、今日の話の流れとしてはまず特徴を言っていって、で次にデメリット、ここちょっと注意点あるんですみたいな話して、でその次におすすめの人、こんな感じの人がおすすめだと思いますって言って、最後にサイズ感、着用してるサイズ感を見てもらいたいなというふうに思いますので、その順番でいきたいなと思います。ではまず最初見てもらったらですね、こちらのロンティがこうパッと見た感じでわかると思うんですけど、結構なんていうんですかね、ガシガシしてる硬いイメージっていうよりかはちょっと柔らかめなイメージがあると思うんですけど、まあ、そんな感じで本当に肌触りが柔らかい感じでさらさらしてるんですよね。で、まあこれよくこうやって見てみたらですね、若干透けるぐらいの薄さになってるので、まあ、本当に今から夏の終わりぐらい、ちょっと暑いなぐらいの時にこう長袖着て腕まくって半ズボンで、ちょっとカフェ行ってみるみたいな、とかあの海にデート行ってみるみたいな感じの着方ができますし、まあ、とにかく着心地がいいので、まあ、着やすいと思うんですよね。ちょっと今から僕一回着てみたいなと思うんですけども、はい、とまあこんな感じになってるので、結構見た感じからサラッとしてると思うんですよね。で、まあ、1枚で、まあ、前から見たらシンプルですよね。で後ろがまあロゴが入ってるっていう感じなんですけど、まあ、こんな感じでロンティー着といて、下はハーフパンツ履いてますみたいな、こう夏の終わり のちょっとラフな男スタイル、カフェスタイルみたいな、まあ、ちょっとオレンジのパンツがどうかなと思うんですけど、まあ、こんな感じで着れて、僕ノースフェイスの T シャツでですね、今年の夏にこの、まあ、こういう T シャツ買ったんですよ。これ名前なんか忘れましたけど、この T シャツ買って、この T シャツはどっちかっていうと硬いんですよ。だからがっしりした感じの生地感になってるんですけど、それとは本当に対照的な感じで、結構柔らかい感じで、こう体にあのドレープというか綺麗に沿ってくれるような感じの生地感になってるので、まあ、本当に着心地がサラッとしてて、まあ、着やすいんじゃないかなと思います。で、まあ、たまに街中とかで見かけたら、こう長袖に半ズボン履いてるのって、なんかお前それ暑いのに我慢してんちゃうのとかって思うはる方いらっしゃると思うんですけど、多分こういう生地感のガシガシしたタイプの長袖やったら今時期って結構暑いと思うんですけど、まあ、これぐらい本当にサラッとしてる感じだったら、まあ、ちょっと腕まくっといてあげれば今ぐらい着れると思いますし、まあ着心地もいいという感じにはなってますね。まあ、ただその生地がやっぱこうサラッとしてる分、あんまり冬場とかは多分大きいと思うので、まあ、本当に夏の終わりから秋口とかにかけて着ていって、秋口でインナーで使って、もう冬はちょっと冬眠させておいて、また春先に着るみたいな感じの着方になると思うんですけど、まあ、そんな感じになってて、次の特徴っていうのがですね、これがあの一応生地がですね、ポリエステル 100% なんですよね。でこの生地の違いって何が違うかっていうと、これがポリエステル100で、こっちがコットン100になってて、どっちにしてもあの洗濯とかは楽勝で、普通にポンって洗濯機放り込んで、もう乾燥機とかも全然かけても全く問題ないんですけど、ただこっちのポリ100の方が乾きとかが早いんですよね。だからすぐこう汗とかかいたりしても乾きやすいし、でなおかつシワとかにもなりにくいから、まあ取り扱いが結構楽にはなってて、でこういうコットン100のタイプとかも全然取り扱いは楽なんですけど、ちょっとシワになりやすいっていうのが、まあ、デメリットであったりするんですけど、まあ、こういう感じの似たような生地使ってるロンティも今出てるんですけど、まあ、そっちの方に関しては若干シワが出るかなっていうのと、ちょっと乾きづらいかなっていう感じはあるんかなと思うので、まあ、そういう部分ではこれはいいかなと思うんですけど、これがですね、ちょっと次の特徴にもなるんですけど、この袖口にリブがついてるんですよね。でこのリブがついてることによって、まあ、何があるかっていうことなんですけど、僕これパッて見た時にポリ100、そしてリブがついてる、これアンダーシャツやんと思ったんですよ。で野球のアンダーシャツって、僕がちょうど小学校ぐらいの時ってですね、またあのピチピチの、今要は甲子園とかでこのピチピチにこうパツパツなってるやつあるじゃないですか、あのプロ野球選手とか、ああいうタイプのがまだなくて、こういうふわっとしてる感じだったんで、この上にユニフォーム着たらほんまアンダーシャツ感めっちゃあるやんと思って、なんかあの懐かしい記憶になったんですけど、これに関してはいいところでも悪いところでもないと思うんですが、多分野球部の方やったらアンダーシャツって言われると、ああなるほどなるほど、あんな感じなんかって、リブがちょっとキュッてしまってて、ちょっとゆったりしててっていう、多分僕のこの見てくれてるチャンネル見てくれてる方って、まあ、30、40代の方とか、あと野球やってはる方と結構多いので、ずさーっと
と今刺さってると思うんですけど、野球やってへん方からしたら野球部のシャツみたいになるってことはダサいやんって思う入り方もいらっしゃるかもしれないんですけど、野球部の方にとっては馴染みのあるような感じのシルエットでもあるし、こういうリブがついてるし素材っていう感じかなと思います。そしてですね、これが値段が5200円ぐらいっていう感じで、ね、5200円の消費税だったと思うんですけど、まあ、値段的にしてはノースウェイスの中ではそんなに高い方ではなくて、もうちょっとガシガシした質感の方っていうか、ちゃんとコットン100のもうちょっと分厚いタイプの方やったら7000円とかぐらいするので、2000円ぐらい安いんですけど、まあ、その安い分ちょっとなんか、まあ、強度とかはないやろうなっていう感じになってて、まあ、そんなにずっと着れるような感じじゃないとは思うので、まあ、普通に洗濯とかは全然簡単にできるんですけど、まあ、そんな長く着るっていうような感じじゃなくて、まあ、本当にまあ何シーズン2シーズン3シーズンぐらい着て、まあ、ちょっと破れてきたりとかほつれてきたりするからもう捨てようかなぐらいな感覚で着るんやったらいいんかなと思います。まあ、なのでデメリットとしてはですね、今言ったみたいにやっぱ長く着れないっていうことになってて、まあ、こういうコットンの T シャツって本当に古着屋とかにあると思うんですけど、めちゃくちゃ色あせたりとかしてても使えるような T シャツってあるじゃないですか。バンド T シャツとかでもともとこれ黒なんですけど、もう灰色みたいな、こうなんか白っぽいグレーみたいになってるのってコットン100やったらありえるんですけど、やっぱこういうポリ100とかやったらもうそのどうしてもこう着用すればするだけ汗とか吸ったりするので、その分匂いがついてきたりとかするのって、こういうポリ特有の素材になってるので、あんまりずっと着てたりしたら匂いもついてくるやろうし、あとまあ生地感自体もそもそもそんな分厚いものじゃないとか、むしろ薄いぐらいな感じなんで、まあ、強度はそんなないっていう感じになってるから、まあ長く着たいっていう方にはあんま向いてないとは思うんですけど、まあ、さらっと着たい感じの方にはまあ向いてるんかなということになってますね。ということで次のおすすめに行きたいんですけども、おすすめはですね、まあ、それこそ夏の前後だから夏に入る前、梅雨とかぐらいにこうパッて1枚で着てこうリュック持って出勤するとか、あとまあプライベートとかで、まあ、彼女とドライブデートで海に行きますと、ほんならまあこういう感じで、あとは下ショーツ履いちゃってこうラフな感じでサングラスなんかキランってかけた状態で海に行くっていうスタイルとかにもこう気負わん感じやから、まあいいと思いますし、まああと夏の終わりの今ぐらいの時とかの、例えば飲み会とかあるじゃないですか、夜の飲み会とかで、そういう時なんかにはこういうのさって1枚着とったら、まあ、全然暑くもないし寒くもないしちょうどいいみたいな感じだと思うので、まあ、ちょうど今時期の夜とかに着るロンティー欲しいなっていう方なんかにはいいかなと思います。まあ、ただ個人的にこのロゴ、後ろのロゴが好き嫌い結構はっきりすると思うので、まあ、ロゴがあんま好きじゃない方からしたら、いやいや無地でいいからって感じだと思うんですけど、まあ、ロゴが好きとかこういうノースフェイスがお好きな方からしたらドンピシャっていう感じだと思うので、まあ、これに関しては結構定番でずっと前から出てるやつだと思うので、まあ、そんなに目新しいものではないんですけども、まあ、おそらくレビューしといた方がいいやろうなということでレビューしたんですが、あともう一個言うのが忘れたんですけど、取り扱いが楽なんで、まあ、これポリ100なんで、もう普通に洗濯機掘り込んで普通に洗っちゃって、で普通に干して、で普通に畳んで収納みたいな感じでもうそれで OK なんで、特に気使うこととかもないし、おしゃれ着洗いにする必要もないし、普通に洗っていけばいいので、まあ、こういった T シャツとかとあんま変わらないような扱い方ができるっていうところも、あんまりケアがめんどくさい方なんかにはまあ向いてるんかなというふうには思いますね。はい、ということになっているので、まあ、最後はサイズ感を見てもらいたいんですが、僕は178の65で L を着用してるんですけど、まあ、パッて見てもらった感じは本当にジャストっていうか普通ぐらいのサイズ感だと思うんですけど、まあ、僕個人的にはもう一個上げても全然いいかなと思うので、 XL やったらちょっとゆったりしてるぐらいになるし、まあ、L サイズやったら本当にジャストというか、まあ、標準的というか、まあ、若干ゆとりがある程度ではあるので、もう一個上にしたらゆとりがもっと出てくると思うので、まあ、それを見てもらおうかなと思うんですけども、まあ、こういった感じですね。 L サイズやったらまあ若干この袖丈のところとかに余裕があるし、でもリブがあるからギュッてしまってくれてるので、 XL にしてもここリブがしっかりあるので、こうなんていうんですか、燃え袖みたいな感じにはならなくてギュッてしまってくれるので、まあ、この辺見る感じだったら XL でもまあ問題なかったやろなと思うので、なんかこうやって見たらこれあれですね、ブルーやったらアップルみたいに見えますね。アップルの店員さんってこんなんじゃないですか。まあそんなことはいいとして、まあ一応こんな感じになってるので、サイズ感としてはちょっと後ろも一応 見ときましょうか。後ろはこんな感じですね。なので僕ぐらいの身長の方で普通に着たいのであれば L サイズ、ちょっとゆったりめで着たいとかオーバーサイズめで着たいやったら XL っていう感じかなというふうに思いますので、本日はですね、バックスクエアロゴティを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。